け帰ってきたぞ帰ってきたぞウルトラマン。突然一晩のうちに東京にできた銀色の城、それは大都会が吐き出すアリウ酸ガスと化合すると恐ろしい毒ガスとなる白い雪のような粉の塊であった。それを作った海峡テロチルスが悪島火山の噴火口に潜んでいることを突き止めたマットは悪島に乗り込み決戦を挑んだ。今ウルトラマンとテロチルスとの強烈な戦いが続いている。相手に空で戦ったのはまずかった。あのスピードを制して倒すのは並大抵なことじゃない。岸田、会長について何か分かったことは？はい、会長の学名はテロチルス。白亜紀にテラノドンと共に生息していた巨大翼竜です。肉食の凶暴なやつです。東京にできた銀の城がどういう目的で作られたのか早く解明すべきだと思います。うん、俺はあれは奴も巣だと思うな。巣は悪島の噴火口なんでしょ？巣だと断定するのはまだ早い。上野、ゴー。はい。地震研究部へ行って、最近の悪島火山の活動状態を調べてくれ。はい。南。は。銀の城の処理法は？火炎放射器で焼くことも考えたのですが、ガスが発生する恐れがあります。そこで、この熱線法で焼くことにしました。これなら、毒ガスが出る心配ありません。松本三郎、ヨット爆破事件の容疑者である。彼は殺したはずのユヒコと横川博士が元気でいることを知り警察を脱走した。今や復讐の鬼と化し入院したユヒコと横川を再び狙っているのだ。最近この火山帯の活動が活発化してきました。特に悪島の帯同が激しくなりました。じゃあ噴火の恐れが？ええ、ありますね。噴火を予知して巣を移そうとしているんだ。しかしなぜわざわざ東京を選んだんだ？それは条件がよく似てるからじゃないでしょうか。条件が似ている？ええ、東京の気温は毎年のように上昇してますからね。テロチルスは東京を住処にしようとしているんだ。マットは銀の城を会長テロチルスの巣であると判断した。直ちに強力な熱線砲が現場へ運ばれた。このダイナマイトのスイッチを入れれば病院ごと吹っ飛ぶぜ。撃っちゃいかんぞ。案内してもらおうか。行け行け。
ヒロシさん。横川どこだ。彼はこのところ来ない。お前を押されてな。別荘行ったんだな。よし来い。どうしようっていうの。別荘行くんだよ。いやよ、離して。俺の体にはダイナマイトが20本くっついてるんだ。これ以上罪を重ねないで、お願い。しっかり捕まってなきゃアウトだぜ。お願い、ヒロシさんまで殺さないで。来て。ああ、毒ガスに変化するとも限らん。戻ってこい。松本、お前は完全に包囲された。よし来い。危ない、危ない、下がって。このままだとあの二人はガスでやられてしまいます。時間をかけて説得しましょう。それがいい。参りました。警官隊は下がれ。下がれ。どうした。ゆっくりさん、戻ってこい。よし、俺が連れてくる。やつはダイナマイトを見つけてる。死に来たら帰って危険だ。あそこだ。夜になれば詰め込みます。それまで待った方がいいでしょう。隊長、そう焼くわけにはいきません。ああ、人命の安全が大事だ。しばらくこのまま待とう。私だ。隊長、テロチルスが現れました。何？自衛隊機が攻撃を始めます。東京へ向かっています。攻撃。はい。
を壊した会長よ。サブちゃんは無実なのよ。早く逃げましょう。私が証言するわ、サブちゃんの無実を。信用できるもんか。俺は信じねえ。俺の信じられるものはこのダイナマイトだけだ。サブちゃん、ここが一番安全な場所かもしれねえな。誰も来ないしな。射撃用意。待ってください、テロチルスは夜行性です。暴れたら手のつけようがありません。後は明朝を期して反撃に転じます。今夜中に付近の住民を避難させるんだ。はいはい、はい。高化学スモッグだの毒ガスだの、東京も住みにくくなったもんだ。おい、アギ、何をぼんやり突っ立ってるんだ。早く乗んなさい。この前ぶったことまだ怒ってんのかい。俺もついカッときたもんで、ごめん。この通り謝るよ。だから機嫌を直してさあ。ゴーさん、ユヒコさんを必ず助け出してね。うん、必ず。気をつけて。松本君、明朝を期してテロチルス攻撃に移る。そのままではとても危険だ。早く飛んでまいります。警察は一体何をしてるんです。早くイコさんを取り戻してくださいよ。君、わしはダイナマイトを持ってる。犯人を射殺してでも取り戻すべきだ。ここにはテロチルスがいる。部活には行動できん。マットもマットだ。あんな鳥の化け物一匹殺せないでどうします。何、そぎ割りたくなったら退治して見せてくれ。こうなったのももたといえば君が悪いんだよ。あ、松本だ。横川、ひろしさん、ゆっくりさん、ゆき子が欲しかったらここまで登ってこい。話し合おうじゃねえか。松本は言ってる。早く一緒に行きましょう。ひろしさん、今彼女を救えるのはあんたしかいない。行きましょう。どうした、ゆき子を取り戻したくはねえのか。横川さん、返すなんて嘘だ。僕を殺すつもりなんだ。僕は嫌だ。家で言ったぜ。あいつはそういう男なんだよ。バカ野郎。全く会長様様だ。まるで俺たちの守り神みたいなもんよ。サブちゃん、覚えてる？生ハゲ。あの日も随分吹雪いてたわね。ならざっとも
あの時は怖かったな。だけどお前は泣きもしなかったな。私、臆病なくせに、いざとなると怖くないの。ずうずうしいのかな？松本軍に次ぐ、あと30分で攻撃を開始する。とても危険なんだ。速やかに降りてこい。行けよ。え？帰んな。サブちゃんは？俺はいいんだ。早く行けよ。いや、私もここにいるわ。バカ、これから大変なことになるんだぞ。サブちゃんのそばにいたいの。自分でそう決めたの。死んでもいいのかよ。サブちゃんの顔が見たいわ。死なしたくないもんな。サブちゃん。おい、これから。やめて。待て、撃つのやめろ。Thank you.
ちゃんが来た。ゴー、サブちゃん大丈夫。サブちゃん死んじゃうよ。サブちゃん、ユキちゃん好きだよ。熱戦砲発射。ございました。どうするの、これから初めからやり直しよ。サブちゃんの分まで頑張るわ。君なら大丈夫、やれるよ。お世話になりました。お先に。さよなら。さよなら。私も初めからやり直すわ。何を？何もかも。何もかも、何もかも。おい、アキちゃん。